健太郎さんでという、まあ、スタッフの中ではそういうふうに思っていたんですけれども、まあ、受けていただけるかどうかという不安もありましたし、たまたま私が番組を持っているあるラジオ局で健太郎くんのポスターが貼ってあるんですね。でエレベーターこう開くと健太郎さんがいらっしゃるので、開くといらっしゃるのそれでいつもそこを通りながら、ああこの方がライちゃんやってくださったらいいのになって、こういつも私をこう見つめ、まあ、見つめられてたんですけども、ポスターから、まあ、本当ずっと見つめててよかったなって今回驚くようなね、サイリーちゃんが驚くような、ちょっと結構すごい引き出されたというか、ちょっとなんていうのかな、ハプニングというか、なんか演出があった、はい、その辺をちょっと聞かせてください。そうですねめちゃくちゃ驚きましたけど、その演出があった時はとても驚いたんですけど、でも確かにあれをじゃあお芝居で表情を引き出してくださいって言われたら難しかっただろうなっていう、本当に普通に自分の中ではハプニングに近いことだった、出来事だったので、それはなんかまあその物語とかその作品の中でどこだったんだろうって探していただけたら面白いかなとは思いますけど。なるほど、どういう場面かはちょっとどうなんですかね、いいのか分かんない。まあ言ってこれは健太郎くんに聞いた方がいいんじゃないですか。そう、はい、はい、すっごい今これ入りたくなかったこれいや入ってきてください。いや、そのシーンもですね、まあ、台本には書いてなかったんですよ。で監督黒木さんに本番前にちょっと呼び出されて、こうこうこうだからこういうのをしてくれっていうのを言われ、えっ、でも僕も最初戸惑いまして、でまあそのタイミングが来たらやってくれっていうのを言われてたので、まあ、ずっとこう待ってたんで、そのタイミングになったんですけど、いやこれはっていいものなの、どっちだこれ、行くべきなのか、ちょっと迷ってたんですよ。そしたら本番中ですよ、本番中に、まあ、後ろにそのベースがあったんですけど、ベースの方から行け、すごい言われて、はい、あ、これ行くしかないんだなと思って、なかなか行かないんですよなかなかへこたれですよね。そうですね、なかなかちょっとチキっちゃった部分があったんですけど、で、まあ、ちょっと、まあ、行って、で、まあ、そのシーンが終わった後に、サイリーがこっち見ながら、何してんだよ、みたいな目で見られて、いや、違うと、これは俺、何、操られてんだ、今は。それ知らなかったから、まさかこう指令が与えられてるから、私は健太郎がふざけたのかと思って、ね、本番中にと思ったら、ちゃんと任務を下されてたんです。まあでも出来上がったものを見たら本当はなるほど、黒木さんのなるほどな、さすがだなっていうのはすごく感じました、うん、いやその時の監督のその意見という声 は本当にやっぱりなかなかたまに聞こえますもん監督そこはやっぱりもうなかなかいかないなと思ったからこそ、そうですね、もう音声の方は申し訳ないと思いながら、ずっと絶対聞こえてるのになかなか聞かなくてって言ってたんですけど、でも実はですね、そういうこと女優の身からしたらですね、そういうことはルール違反なんですよね。もし私が女優だったら怒るかもしれない、ごめん、だから沙莉ちゃんにはすごい申し訳なかったなと思ったのですけれども、はい、そういうクレームもなかったので、はい、安心しました見てくださる方々も一緒に、ライのように平安時代にタイムスリップしていただいて、その世界観だったように楽しんで、ちょっとした非現実的な体験をできていただけたらなと思っておりますので、ぜひ公開したら劇場に足を運んでいただけたらなと思っております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。